画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトパークルーレットサバイバー編、今週もやっていきましょう。早速ルーレットの方を回していきたいと思います。よいしょ。さあ、というわけで出揃いました。他の人が釣られるたびにトークンを獲得、トークンを消費し、スキルチェックでグレートを出すと、スキルチェックでグレートを出す、発電機修理のスキルチェックでグレートを出すとトークンをすべて消費して、そのトークンの数 ×1% 分、一気に修理進捗を進める、出世街道、近くにある板窓が見える、Windows of Opportunity、負傷した際に、合計60秒間、血痕及び足跡が消える怪我の巧妙、そして、自分の足跡が見え、なおかつ通常、なおかつ歩行時の、スピードが、20% だったかな、上昇する、執着心だったんですが、名前変わったんだよね。ちょっと覚えてないです。変わった後の名前は。てなわけでね、今回こんな感じの4つのパークで、脱出目指してやっていきたいと思います。というわけで、ゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあ、それではやっていきましょう。いやー、なかなかね、なかなかですよ。今回もね、苦戦しております。パークはね、生きてるんだけど。デスリンガーだった、今。今、なんかいなかった？ミンちゃんだった？今さっき見えたの。もっと背高くなかった？3人でやるのは基本的にあんまりよろしいことではないので、離れますか。うわ、こんなところやりたくね。今どこにも話しかけた。これか。罠を向こうか。うわー、ウルリアじゃん。ウルトラレアの負傷するやつじゃん。やだね、これはきついかも。自動罠と負傷罠どっちが嫌かって言われたら、まあどっちも嫌なんだけど、レリーだったらこっちの方が嫌かな。まだ自動罠の方がなんとかなりそうな気はする。普通のマップだったら自動罠の方が嫌なんですけどね。怪我の巧妙も終わってしまう。怪我の巧妙ついてるの完全に忘れてたわ。完全にオポチュニティ、執着心、出世街道ぐらいしか感じてなかった。そういえばあったね、怪我の巧妙。だって今執着心じゃない。自己認識。そう、自己認識です。自己認識って名前になってます、確か。いや、まあでも執着心って言っちゃうよ。あそこの板が倒れている。まあでもやっぱパークの名称ってやっぱ慣れ親しんできたものだから、なかなか変えるの難しいよ。よいしょ。忍び寄るものとかもさ、昔は鹿漁師だったじゃないですか。まあ、私その頃やってないんですけど、このゲーム。紛らわしい自販機。あ、自販機の、お手合い。仕掛け直しに来るかな。
直しに来そう。どっち？まあいい、破壊しよう。向こうの救助も済んだようだし、いいねいいね、ペースがいいよ。これを逃す手はないよ、このチャンスを。あと1試合あるから。もうガンガン回すじゃん、みんなみんなガンガン回していくね。出世街道がまだ3等分しか溜まってないのは素晴らしい。あ、すまんグレート狙う必要なかった。もうこんなもう そこでチェイスしてる最中に追われてたのミカエラだった。トンネルか、まあ、破滅も壊れたしな。お、回ってるミカエラダウン。しかし出世街道がたまるんじゃないですか、これで。さあ板は倒れておりますが、ほとんど割ってないっぽいですね。そこは割ってあるのか。さあ地下につられてしまう。仕掛けて出世街道、今回は行きず。あー、なんかある。ワンチャンあるかこれ。で行く。罠ないかな体を張っていくスタイル。あー、なんか みんないる、みんないる。まずは回復するか。出世街道治療、まあいい、やだ、いいな。治療には効かなくていいや、発電機だけで。治療の方が圧倒的に短いもんね、発電機より。ナイス救助。これ開けていいよな、もう。開けてしまう。まずい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 。しらがないか。スッと抜けて、スッと抜けていく。ちょっと待って、今救えたな。ちょっと油断してたわ。抜けた。なんでなんでそれ私のあのエンベルム評価下がるんでやめてほしいんですけど。逃げてよストライクないんだったら逃げてよ。やばい、せっかく脱出できるチャンスなのに。
脱出するか。起こせるかこれ。罠無効化するか。いやー無理だな。いや今回一応2回救助するってアーカイブあったんで抜いたんですけど、あれ安全な救助じゃなかったんでね。あれ治療溜まってるかな。おナイスナイス、起こし間に合うか。向こうてか向こうのゲート開いてる。出るか。あー出た出た。まあ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 全員逃げれたんでよしとしましょう。ジェイクストライクあったのかな。1回目は吐かなかったもしかして。てか動けなかったのかもしれないね。あれいや持ってたわ1回目吐かずに2回目に備えてたのか。なるほどね。まあストライクあったんだったらあそこで殴られてもまあまあまあって感じですね。救助されたとき、ああ、硬直して動けなかった。ノープロブレム、ノープロブレム。GG と。なるほどね。いや、なんかそういうバグがあるんで、ちょっとカッとなったけどね。一瞬カッとなったけど、まあまあまあ、よくよく思い返してみれば、そういうバグがあったなと。このゲーム、バグ多いんで、まあ、しょうがないですね。バグはしょうがない。というわけで、今回は、執着心割と救助に行くときに生きたんじゃない？自己認識です。はい。まあまあまあ、もう一試合やっていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。またレリーか。まあ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 。いいでしょう。これ執着心というか、まあ自己認識ですよ。これが行きやすいマップなんだよね、割と。壁が多いマップの方が行きやすいんですよね。ネメシス。ノー。ノーメメシス。危ない。まあいいよ、割らないでそこ。あの弱い板を生きれたのはでかくないか。いいね、書斎の窓を。書斎の窓生成は今回の窓生成の方が好きですね。さっきのあの外側に開いてるよりも。よいしょ。まだとりあえずまだあれか、上から飛んでいいだ。あー当たっちゃってー。当たるつもりなかった。避けれると思ってた。そういう時代が。向こうがついた。足速くね、ゾンビ。でもウルリアついてる感はないんだよ。ないか。どうやっても壊してる。あらららら。よいしょ。
ジルと一緒に回していって、なんかゾンビめっちゃ近くね。ゾンビ来たんだけど。ロッカーに入ってしばらく経つといなくなります。発電機の方向行かないで。やば、見つかるんじゃない、これミスったかも。殴られてるわ。危ねえ。ダメか。窓。窓エンド窓窓枠多すぎて笑っちゃうな。うやうやうや。サバイバーまで騙すのやめてくれませんか。お、向こうの方ばっかついていく。あらら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 ら。あらまあどうしようどうします。まあ終わるかなんかちょっとね、なんかちょっとね、胸が痛いわ。ちょっと胸が痛くなってきたんで、ね、違うんです。キラー環境が不遇でみたいなんじゃなくて、物理的に、なんかちょっと、やばいかもしれないな。寝るか。まあちょっとおまけで最後、出世街道21トークンのやつ、つけようと思います。ちょっとね、体調がやばいかもしれない。ってなわけで、パークルーレットサバイバー編、Windows of Opportunity 出世街道自己認識怪我の巧妙でございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。ここで出世街道か？もうこうなったらもう頑張るしかないから、もう発電機を。